どうも、久松郁美です。いつもチャンネル登録やグッドボタンありがとうございます。今回も外ゆりちゃんに来てもらいました。実はここがゴルフができるカフェなんですよ。なので過去の動画を見て初心者の方でも体験しやすいようなパターとか勉強してもらおうかなと思って、なんか来てもらって勉強してもらってすごいなんか大変なことを、ね、押し付けてばっかなんだけど、ちょっとね一緒にやっていきたいなと思います。ここからキュルキュル。ここに、ここのところにこうちょっとこう横からこうやってって、こんな風にちょっと生命線に沿って握る。生命、実際ちょっと持ってみるか。あ、持ちたいですね。生命線あるじゃん、これに沿って握る。生命線に沿って握ってこう、そうで、添える添える、うん、これがベースの持ち方かな、パターの。あー、なんかすごいゴルフって感じですね。握ったこともない。ないですね。あ、そうなんだ。すごい。でもすっごいなんか身長高いからめちゃくちゃ飛びそう、練習したら。え、本当ですか。うん、持ちようかな。持ちようかな。ちょっとじゃあ持ち方はこれとして。はい、こんな感じです。で、そうですね。で、くっついたらこうシャフトを、真ん中じゃなくてちょっとこう左足寄り、左足寄り、そうなんだ。はい、はい、まあ、基本的にはこう背中とか肩を動かして、背中と言うの、さっきの仕事良かったですね。本当ですか。はい、狭く、足狭くしてて、足すごい狭くしろって言われました。へぇ、はい、とか言って習ったな。ちょっと左寄りになるんですね。胸の骨を揺らすか。胸の骨を揺らす。すごい難しい。足はね、基本的に動かしてダメ。動かしてダメなんです。変な方向に行っちゃうんです。そう、そうなんです。ここは絶対動かさない。ちょっとやってみようか。歩幅狭くで肩。動画止めちゃったから、ちょっともうちょっと凝った話をしてるところを。あ、まだ待ち受けやばい私。なんか先月の予定で18日歯医者、19時半事務所、あれ19日11時事務所っていう。なんか、ね、忘れちゃうの。だから、ね、すごいね、毎回画面にしてんの。でも終わったやつなんですよね。そう、終わった。これも意味ないやつ。一応ね、あのボールの位置をどこに置くかっていうのはちょっと左側に置くんですけど、あとボールのこの距離ですね、こう構えるじゃないですか、はい、それ構えたら眉間のところに、眉間、眉間全然左目じゃないよ。で、こっから落として頭に当たれるんです。いっぱい教えてもらってるからさ、はい、じゃあまず一回構えて、はい、目の下に、左目の下にボールを置けるようにします。じゃあ、目のところに持ってきてそこから落としましょう。いっせーのーせ。当たってる。遠いとちょっとね、右にプッシュしちゃうんですよ。で、近いとちょっとこう
今度逆に引っ掛けちゃったりね、はい、奥深いよね、すごいですね、なんかやる前からこんなに目のラインのところに、うん、でも分かりやすくない、はい、分かりやすいですね、もう一回やってみましょうか、はい、なるほど、ちょっと、え、目のやつやってみようよ、あ、やりたいです、で、で、ボール落としてみよう、左せーの、せーで、ゆりちゃんがもうちょっと離れてるのかな、どっちだか分かんなかったあ、もうちょっと私が近づけばいいですね、うん、そう、もう握り方はこんな感じで、うん、距離感は近め近め、優しく、せーの、こう、おーおーこう、おーおー、すごいすごいやった、え、できた、すごい、なんか初めと多分違うと思います、違うよね、ちょっとマジであの動画見てほしい本当に上手くなる、すごい、いやちょっともう一回、ちょっと今すごい気持ちよかったです、ね、え、待ってください、ちょっと私ちょっとびっくり、自分でもどういうことですか、もしかしてゴルフ始めた方がいいですか楽しい、楽しいです、よかった、え、すごい楽しいですね、できると、近くしてないですよこのぐらい、同じぐらい、あんなに3連続を見せられちゃったぐらいびっくり近く、はい、というわけで今回はゆりちゃんと一緒にちょっとパターをやってったんですけど、どうだった、なんかすごいできたらめっちゃ楽しいですね、あ、嘘、よかった、うん、なんか私の教え方本当に下手だから正直マジでこの企画大丈夫かなってずっと思ってたんですけど、ちょっとそこはねもう動画頼みで本当に先生が教えてくれるのはすごく分かりやすいし、ぜひぜひ動画見てください、今度また一緒にレッスン行こう、え、行きたいです、行こう行こう、はい、というわけでちょっとゆりちゃんとまたゴルフできる日を楽しみにしてます、ぜひお願いします、はい、ゆりちゃんの YouTube もぜひぜひチェックしてみてください、はい、というわけでチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いします、ありがとう、ありがとうございました、では恒例の最後にせーのクッカーバイバーイ、恥ずかしいこれ恥ずかしい今からサムネ撮ります、なんか私が熱血指導みたいな感じがよくて、どうしよう、どうするの、あ、ここなんか違う目的でなんか狩りに行きますよどうすればいい、しっかりやれよ、でそれだから、あ、これいいんじゃない、教えてもらってるか、ありますね、うん、あります、いけるかな、うん